コチャバネセセリは、セセリ蝶科に分類される蝶の一種。東アジアに分布する。日本では、北海道、本州、四国、九州の離島を除く低地から山地にかけて分布する、普通種。なお、台湾には近縁種のキスジチャバネセセリが分布する。全子長が14から19ミリメートルほどの茶色く、小さな蝶で、素早く飛ぶ。一文字セセリや、 大茶はネセセリなどに似ており、判別が難しい場合があるが、本種は春先にいち早く発生し、羽根長が短めなことと、羽に入る白門で見分けられる。本種の格子表面には白門が入らないか、または小さく不規則に入り、格子裏面には楕円形の白門が3つ入る。雌由では、地色や半門に、さえはないが、オスは全死中央付近に、 国色体が入るのに対しメスは入らないことと、同和化全般に見られる特徴であるオスは、全子先端が鋭角になるのに対しメスでは丸みを帯び幅広いところ、などからも判別できる。なお、羽のジ色は、時期や地域による変異が見られ、例えば、東北地方の山地や本州中部の高地帯で、発生するものは暗化の傾向が強く現れるといった、地域による変異がある。しかし、 こうした地理的変異については、研究例が少なく、今のところ亜種の分類はされていない。成虫は年に1から2回発生し、稀に年3がの報告もある。同赤の中では、比較的早くから発生し、団地では4月頃から姿を見せ始める。幼虫の植草は、竹科植物で、主に笹竹類の葉を食べて育つ。また、稲科のヨシやススキを食べるという記録もある。 収霊幼虫で越冬する。幼虫は、食草となる葉の表面を内側にして巻き、巣を作ってその中で、接触や溶化をする習性がある。腰陶器になると巣にした葉の染薬を切って地上に落とし、その中で何も食べずに越冬し、早春に溶化、羽化する。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。